今回は前回と同様に8、えー、攻めについて取り上げてみたいと思います、えー、前回はですね持ち駒に桂馬を持っていましたけれども今回は、えー、ここですねはいここの桂馬が跳ねてる状態ですねここの、えー、2九にいた桂馬を跳ねて、まあ、攻めに参加させようというところとあとこの2五の地点にですねこの飛車先の歩がいないという状態ですねで、えー、持ち駒は、えー、2歩という状態ですでこの時に えー、端攻めをどのようにするかと言いますとやはりこう1号歩とついて同歩に、えー、1二歩同香1三歩同香2号桂っていうのが一、まあ、つの端攻めのパターンになります。でこの時に、えー、桂馬は。 で銀の方が大事な駒ですので、えー、相手は銀を逃げます。で香車を取って同、えー、銀、はい、こういった進行が多いですね。で、えー、とさらに8線目を狙うのであれば今取った香車でこう1八香と打ちと打ってこ,うです、ね、この2つの香車で。 次にこう1号橋で走ってこの端をですね、はい、攻めようという、はい、そういった攻め方が一つのパターンになります。では、えー、前回と同様に1号歩同歩に対して1三歩と、はい、上からこう歩を垂らす手はですねどうなるかと言いますと、えー、この場合はあまりうまくいきません。はい、というのも、えー、相手にですね、まあ、この1三歩と打った手は、えー、次の狙いは香車走り手ですね。はい。 こう走っていこうというところなんですけれども、これはあの後手に受けがあります。これはえ24銀と上がって。こうですね。はい、ここの1号の地点を守ろうということですね。さらに、この桂馬がこう跳ねたとしても、もう銀がこう。あの24に出ましたよね。銀にも当たらないということで、これであのぴったり受け切ることができます。後手の方がですね。はい、ということで、13歩と垂らすような手はうまくいきません。 1二歩と歩を打って攻めていくことが大事になりますね。1二歩同居1三歩ですね。この攻めが大事になります。でですね、2五に歩がいないパターンですね。前回の動画ですと2五に歩がいたんですけれども2五に歩がいないパターンですと持ち駒によって8攻めの仕方がいろいろ変わってきます。例えば歩2枚に。 銀を持っているとします。そうすると、えー、あ、すみません、不が三不ですね。はい。で、一号不同不、一二不同強、一三不同強、一四不同強、二号銀と。はい。これはあの二号に不がいないので、強者を釣り上げて銀を打って強者を取りに行くということですね。はい。で、これが えと銀ではなくて、まあ、金を持ってることってあんまないかもしれないですけど、まあ、2号金と打ったりあるいはえ角を持ってればこういった筋ですねここの筋ですね4七角とか3六角とかこういった、はい、狙い方をすることもできるということですねで、えー、この場合もですねえー、と こうですねはい、銀に歩が3歩持ってましたけど銀が2歩が2歩の場合だとどうなるかと言いますと1五歩同歩1三歩と、はい、上から打つことになるんですけれどもこの場合も、えー、先ほどの競馬の時と同様にこれ銀を上がって受ける手が成立します、はい。こういうふうに銀を上がられるとこれ以上こう攻めることが難しいんですね。仮にこう2五歩と打っても1三銀と引かれて。 1>, 1号強と走っても1音歩で成果を得ることはできません。また1号歩同歩で,ですね持ち駒がこう1分の木ですね、はい、こう1音歩と打ってこれは同強であれば2号銀と打って香車を取ることができるんですけれどもこの場合もですね2四銀と上がってあすいません2四銀と上がって防ぐことが防がれてしまいます。 とということで、鉢攻めをすることにおいて持ちフの数というのは非常に大事ですのでその辺り非常にこう注意しながら、えー、攻めていく必要があります。